三十歳。レッスンの合間に配信してるメンバーもいたけど、ちょっとさ、レッスンの合間に、レッスンじゃない、リハの合間にするの怖すぎてやめといた。いつ呼ばれる状態か分かんなかったから、やめといたらめっちゃギリギリになっちゃった。いつ呼ばれるか分かんなかったからな。だから、だからできなかった。レッスンの合間、リハの合間、まあいいや、間に合ったから、ちょっとここから追い上げて入りたいな。クッキング選抜に入れるように頑張って。明日はいける。ありがとうございます。皆さん星投げありがとう。しなげカウント両方ありがとうございます。熱っ熱い。歌何が歌え歌とかしないの。何の歌って何のこと。カラオケ配信ってこと。カラオケ配信はするよって言わないです。違うのかな、分かんない。スヤカスのメンバーがもうみんなリハが終わったからもう急いでやんなきゃって言ってやってるんだよやんなきゃって3時間配信できないみたいな。まあ3時間ほとんどのメンバーはできないだろうけど、配信今日の配信ゼロになっちゃうっつってみんな急いでやってるんだよ。スター料理、あ、スターズを作る配信するつもりでいる。ちょっと今日は時間的に厳しいけど、今日はしないけど、ちょっと厳しすぎるから。明日はするつもり。明日はね、登録さっき決めてたんだよな。スターは一応ね、余裕持って明日も押す可能性があるからさ、全部1時間の枠でしようかなと思ってる。夜にする。作る配信がしたいから夜かな。待ってね、だいたい5分。1時間。どうですか。ちょっとして10時から、あ、違う、10時から19時から見えない。19時から20時、21時から22時、22時55分から23時50分。何品、一つ作るつもり。そんなに何個も作れないと思うんだよね。難しいと思うから、なので1個だけ作る予定。普通にこの1個目の枠から作る予定でいる。作って感じかな。あさってはもし何か料理できればあさっても何か作るつもりだけど、ちょっとまだ分かんない。朝はできない。朝はね、しようと思えばできるんだけど、作りたいから。そう、朝に時間使うとその分夜が短くなっちゃうじゃん。だから今回はそう、クッキング選抜だから普通のショルメメドではないから、そうするのは作りたいなと思って。配信で食べるの明日のどの時間帯に出来上がるかによるな。
どの時間帯に出来上がるか、明日食べるか、それともちょっと置いて次の日食べるかになるかもしれない。わかんないぞ。どの時間に出来上がるかによる。完成する時間による。31に上がってる。ありがとうございます。少しずつ上がってる。ありがとう。以上。明日、え、これでいいかな、スケジュール。明日はこれでいけると思うけど、明日押したとしても相当押したらちょっと変えないといけないけど、時間とりあえず19時から22時、21時から20、間違えた、19時から20時だった、下の方にいるんだ。19時から20時、21時から22時、22時55分から23時55分。いいかな、これで。朝してもいいんだけどさ、別に朝できるんだけど、午前中。ちょっと、今回は作りたいから、料理にする時間に当てたいので、夜しかしない予定でいる。朝はするつもりない。夜ができるから、3時間取れるから。夜取れなかったら、時間取れなかったら朝するもありだったけど、今回はクッキング選抜だからさ、これでする予定で、かな、そんな感じかな。結構時間がかかるもの作る。1時間配信の枠はあるけど、ランキングの時間だったりいろいろ配信始めたりで考えると、もう50分ぐらいしか左右する時間がなくって、生クリームを泡立てたいのね。生クリームはでも配信会で泡立てとけっか。あれがないから、自動のやつがないから、手動でやるしかなくって、結構時間かかる、絶対にかかると思う。1枠じゃ完成しないと思ったよね。わかんないけど、完成するかもだけど、あ、でも2枠は使う予定。いつのイベントとか、あ、これは関係ないです。これは全然違うやつ、全く別の。いやでもね、選抜には入りたいから頑張ります。クッキング選抜じゃあ大体ね、どれも時間かかっちゃうから仕方がない。料理の方がパッてできるけど、会社は結構時間かかっちゃう。しょね、明日これ、明日は夜だけで、夜に作る予定です。いろいろ、ありがとう、たくさんギフトもありがとうございます。ありがとう。え、ノンクリーム絶対大変だよね、泡立てるの。手動で泡立てること、でも全然なくって、いつも機械の使ってたんだけど、今ないからさ、使えないので、それが今手動でやるしかない。明日の配信の時は使えないかな。手でやる。絶対時間かかっちゃうから、ちょっと配信外で泡立てとこう。そうしよう、それがいいわ、絶対にそれがいい。ほぼほぼずっと普通に泡立ててる状態になりそうだ、配信でやってると。その枠。信号でやっとくれ。そう、なんかレモンか、なんかレモン、なんかポッカレモンみたいなやつ、あ、いやレモン果汁のやつ入れるのもありだけど、それ入れると泡立て、生クリームが泡立てやすくなるんだよね。固まるのが早くなるんですよ。あるのかな、家
それによるな。なかったら無理だ。レモン汁入れると泡立ちが早くなるけど、で泡立なんていうこう生クリームになるけど、ちょっと緩めのクリームにはなっちゃうんだよな。どっちを取るかだな。できるだけ早く泡立てたいのか、それともしっかりした生クリームにしたいのか。いやどうしようかな。できそうだったら普通にレモン汁入れずに泡立てたいんだけど。お菓子作りは好きなんだよね。好き。お菓子作り料理も嫌いなわけじゃないけど、普通の料理もしたりするけど、今回はちょっとキッチンの配信が厳しいから、私が今回はしない。作りは普通に料理もだけど普通に好きだよ。最近あんましてないけど、お菓子作りいろいろ作ったりとかして、手なら入れた方が、あの普通に手動で、手動っていうかその自分でやるとだったら機械のやつじゃなくてってこと。レモンポッカ汁みたいな、ポッカ汁じゃなくてレモン汁混ざっちゃった、ポッカレモン。いやそれ早いんだけど、その代わりね緩くなっちゃうんだよね。そのなんかさ、なんかそう化学反応みたいな、なんかそういう感じで生クリームが固まりやすくなる、こうなんていうの、生クリーム泡立ちやすくなる、なんていうかな、そんな感じになるんだけど、その分緩くなっちゃって早く泡立つけどみたいな、緩い生クリームになっちゃうんだよね。でもなんかしっかりめの生クリームがいい感じだったら、レシピ的に普通に泡立てるしかないね。キッチン使えないならカセットコンロ買ってこい。いやもうね違う、作るの決めてるから買ってこない。作るの決めてる、これ作るっていうの決めてある。ポッカ汁で混ざったレモン汁とポッカレモンが混ざった。チーク菓子で作んないよ。チーク菓子で料理配信ですとか言ってたらちょっとやばいじゃん。やんないよ。さすがに普通に作ります。もう29位、すごい、めっちゃ早い、上がるの。ありがとうございます。ありがとう。充電が少なくなってた。まあ明日作るんで、明日の夜かな。多分これでいけると思うんだよね。またなんか作っておきます。明日の配信スケジュールみたいな。朝はしない、明日は。多分1日はちょっと分かんないな。また1日はあれだな、明日だな、決める。ね、料理選抜、クッキング選抜か。ゆるい生クリームになると味にもいける。いや味にっていうか、生クリームレシピ的にこうゆるい生クリームでも大丈夫そうだったらいいんだけど、多分ね、あんまゆるすぎるとよくないと思うんだよな今回のやつ。
自力でやりたいけどどのぐらい時間がかかるかによるな。相当時間かかるんだったら無理だしな。早く泡立てたいときはレモン汁入れるのはありなんだけど、どうしようかな、わかんないな。写真撮るの、写真撮るよ、もちろんツイッターには投稿しないといけないからね。いますよ。そう、今回はちょっとスイーツで攻めるから普通の料理じゃなくってご飯系じゃなくってスイーツで、私は作れないわけじゃないんだけど、ご飯料理苦手とかわけでもないんだけど、ちょっとスイーツ。今買ってある材料的にそいつだわ本当順位上がってる、気づいたら。ありがとう、ありがとうございます。28位だ今。ありがとう。イベント早いからな、終わるの。あさってにはもう終わってるんだよ。変な感じだわこんな短いの初めて、こんな短いイベント。スイーツとお菓子系は得意ってより作るのが好きって感じかな。作るの好きだよ。久しぶり配信はできると思う。でもどの時間帯にするかはちょっとわかんない微妙だな。終わる時間ギリギリできそうな気もするけど、ちょっとまだわかんないから。明日決めます。明日時間があったら配信すると。ほんとね、そのぐらいね、どこに何か配信できる時間がどのぐらいあるかとか、ここの時間帯が配信できそうみたいなのは決めれないのよそう決めれないんだよね。今日そのリハの合間でしてるメンバーもいたけど、今日ねしようかとも一瞬思ったんだけど、いつさその自分が出る曲が始まるかが分かんなくって。だから急に呼ばれるかもしれなくって、それがあったからできなかった。5時5分じゃあランキング読みましょうか。13位からランキング読みます。13位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。12位 WY アトマーク影のシュガシンさん、ありがとうございます。11位タルボさん、ありがとうございます。あれ55分に読んだけど、そう57分に読んでたか。まあいっか今回。まあ何位まで読んだ私。ランキング変わった？もう一回も13回も変えます。
13位筋肉愛好家さんありがとうございます。12位 W1 アットマーク影の守護神さんありがとうございます。11位タルボさんありがとうございます。10位マルさんありがとうございます。9位本子なるまアットマークイベント頑張りますさんありがとうございます。次8位にゃんこさんありがとうございます。7位イルカさんありがとうございます。6位とわさんありがとうございます。5位としのりさんありがとうございます。次4位なおとさんありがとうございます。3位フロマンさんありがとうございます。2位うどさんありがとうございます。そして1位がグランツさんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。よし、うん、29、うん、29位って出てた。あ、下がった。28位だったさっき、わかんない。ちょっと明日は3時間するのでちょっと今日本当に全然できなかったイベント、もうちょっとする予定ではあったんだけど、できなかったので、明日はちゃんと3時間する予定なので、明日から巻き返して頑張りたいと思います。ちょっとクッキング選抜入りたい入りたい。10位内か。ショールームの10位は10位内、審査員賞もあるけど分かんないしな。それはどうだろう、選ばれたいけど入れなかった場合は。いやでもとりあえずは10位内を目指して頑張りたいと思います。明日は3時間するので、明日はね、じゃまた書き、スケジュールの画像作って、7午後とかそういうの、Twitter とかに貼るので、朝はしないです。1回目の配信はとりあえず19時からですね。19時からちょっと明日は作ります。スイーツを、デザート、お菓子作りをするので、料理配信初めて料理配信する。ぜひよかったら見に来てください。明日からね、ちょっと今日全然できなかったので初日、明日から巻き返して頑張りましょうじゃあまた明日、1回目19時からの配信かな、19時からの配信で。じゃあまた明日、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ、ありがとう。また明日、おやすみなさい、ありがとうございました。おやすみ。